こんにちは、プレモリです。今回なんですけども、2023年4月20日にガーミンより発売されました新製品、サイクルコンピュータのエッジ840を購入したので紹介してきます。ようやく待ちに待ったエッジ840になりますね。今回買ったのはエッジ840ソーラーになります。まず箱から見ていきましょう。箱の横にはシリアルナンバーが書かれたシールが貼ってあります。箱裏にも説明が書いてありますね。後で読んでおきましょう。それでは箱を開けていきましょう。オープン。エッジ840本体が現れましたね。本体の画面には保護シールが貼られています。付属品を見ていきましょう。今回のエッジソーラーモデルにはセット版がないので、今回ガーミンを初めて買う方には別途でセンサー系を買ってもらう必要があります。センサーなくても GPS 計測でスピードや距離や位置情報が計測されるので大丈夫ですが、センサーを使わないなんてもったいないのでおすすめはしませんやに。今触ってるのがハンドルステムマウント、エッジをハンドルなどに取り付けるためのマウントになります。いろいろなところに取り付けられちゃいますね。取り付け方ですが、付属のゴムリングに取り付けて固定していきます。フラッシュオートフロントマウントに使うパーツとストラップになります。USB-C タイプ、AT タイプ C。 ケーブルを開けてみましょう。エッジ1040からケーブルが USB-C に切り替わってます。エッジ側の充電口が C タイプになってます。フラッシュアウトフロントマウント、これもハンドルにつけるマウントですね。従来のアウトフロントマウントよりデザインが少し変更になってます。横から見るとこんな感じ。マウントの取り付けはこんな感じに行えます。取り外しも簡単に行えます。いつものガーミンステッカー、地図データに関しての説明書、クイックスタートマニュアル。最近のマニュアルはイラストメインのマニュアルになってきています。マルチ言語の説明書になっています。保護シールを剥がしていきましょう。エッジ840の特徴、本体、ソーラー充電、タッチパネル、プラスボタン操作、マルチ GNSS、マルチバンド、充電口が対応へ、C に変更、トレーニング機能、リアルタイムスタミナ、パワーガイド、サイクリング能力分析、クリンブロ 2.0、 おすすめワークアウト向上、レースイベントウィジェット、トレーニングステータス、サイクリングダイナミクス、 MTB ダイナミクス、スマートトレーナーコントロール、ナビゲーション機能、地図表示、コースナビ、ポイント登録、住所検索。見た目はこんな感じのデザインになります。エッジ1040の小さくなった版ですね。ソーラータイプだとディスプレイの周りにソーラーのパネルが入ってます。エッジ840の特徴として、今までの800シリーズですとタッチパネル操作主体の製品でしたが、今回からボタン操作もできるようになりました。これで雨の日のライドなどで雨のせいで操作がしづらいってこともなくなりそうですね。裏面はこんな感じです。マウントのつま部分はエッジ1040ではアルミ材質でしたが、エッジ840ですとボディ素材と同じ
材質になってますね。また充電できる端子部分もあるので、別売りの拡張バッテリーにも対応しています。また本体の側面には充電口があるので、充電するときにケーブルを挿して行います。なかなかかっこいいデザインですね。それでは電源を入れてみましょう。電源ボタンは左上になります。ガーミンの文字が表示されます。今から初期設定を行っていきます。まず言語設定を行います。日本語を選びます。決定は右上横のボタンを押すか、レテンをタップします。スマホとのペアリングを行っていきます。接続をタップ、また右上側のボタンを押すと開始されます。QR コードの画面が表示されるので、スマホのカメラで撮影してきます。あとはガーミンコネクトアプリ側で、製品が見つかるのでペアリングしてきます。ペアリングについては、別動画で紹介します。なので今回はスキップしてきます。単位設定はメートルを選択、身長、体重を入力していきましょう。このタイミングでセンサー類の接続も行うことができます。ある場合には行っておきましょう。今回は飛ばしていきます。アクティビティプロフィールは屋内用、屋外用など設定をアクティビティごとに設定できます。初期はロード、マウンテン、屋内で設定されてます。このまま進めても後から設定もできるので大丈夫です。設定が完了するとこのような画面が表示されます。画面の操作はタッチパネルで画面を操作するか、左側の横側のボタンで画面の切り替えが行えます。右上のボタン長押しするとメニュー画面を開くことができるので、各設定を行うことができます。タッチパネル、ボタン操作で操作できるのは良いですね。操作感もぬるぬる操作できるので、あまりストレスも感じません。また、本体の設定については、別動画で紹介したいと思います。これで以上になります。ご視聴ありがとうございました。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。